サードステージ1回戦第8試合、今日のこの仙台大会のファイナルマッチです。清水さん、本当に見たかった初体験ですね。タイガーマスク、秋が入ってますね。目線を外しません。タイガー、今両者が対峙する。見どころ一言お願いします。そうですね、実力的に言えば、実績的に言えばもう圧倒的にライガーなんですけども、ここは東北だ。で今うちのプロレスで一番に乗っているのはこのタイガー、まあ、ほとんどエースと言っていいですよね。一体どんな試合するのかと。これはタイガーコールですね。そうです、ホームリングのタイガーコール、タイガーですね、はい。お互い探り合いです。序盤の攻防、フェイントのキック、ゆっくり右に回った両者、今組み合ったファーストコンタクト、力が入ります。押し込んでいくライガー、体を返す、タイガーもう一回体を返す、一歩も引かない両者。ハームロックに押し込んだのは結果タイガーでした。レフリーが制します。離さないタイガー、ライガーが起こりました。キック、後ろ蹴りが待っていた。さあキックの連射だ、倒した倒した、タイガーが倒した。そしてすぐにコーナーサイドから飛んでいく、タイガーも飛んでいった。すいません、あれちょっとアサリはね、浅かったですけどね、はい、このね蹴りは非常にライガーにとって有効だと思いますね、はい。その前のそばと、それから回し蹴りの連打ね、非常にこう積極的ですね。タイガーマスクは原点に今ちょっと戻るという気持ちと申しましょうか、はい、聖剣道の佐山悟にですね、はい、何でもロシアンパンチ、ロシアンフックを学んだということですから、はいはい、それがいつ果たして炸裂するのか、はい、この前の道のくのシリーズで、はい、2回、KOしてますんでね、はい、1回目はね、目の中入ったね、ほとんどTKO だったんですけど、2回目にやった時には完璧にテイクアウトのゴングを取ってますからね、まあ、これが入った時に一体どうなるか、つまりこの試合はそのロシアンフック対ショーダという戦いになると思いますね。ライガーにはショーダがあります。一体どちらが最後の最後を打ち勝つのか。クリアマジライガーが少しずつ起き上がってくる、抜いていった、バックを取る、カメラクラッチ、清水さん、すごいラクダ固めですよ。もう振り上がってますよね。パワーの勝負になればもう完璧なライガーのね、そういう軍配が行ってしまうんで、ね、これはタイガーとしては避けたいそうなんじゃないですかね。この締め上げ方、この気合い、苦しいタイガーマスク、恐ろしいキャメルクラッチでした。優勝候補の筆頭ライガー、そしてもちろんタイガーも優勝を頭で描いているでしょう。バックドロップ、本当にさっきという言葉がぴったりの試合ですね。まあ、ライガーがね、絶対的なね、優勝候補であることは間違いないんですけども、僕としてはもうこのタイガーに頑張ってもらって、カウントが入る、はい、跳ね返す、二重丸をつけたいかった選手ですよね、はいはい。ライガーはタイガー戦は通過点だと言い放った。しかしそうはね、問屋が下ろさないタイガーの根性がある。クリオンの字、ライガーは 4.7 の東京ドームで、はい、鈴木健介との振り切れ対決がある、はい、これを経て 4.9 2回戦があるわけですよね。そうですね、まあ、そういうふうな、ね、ハードスケジュールになってるんで、はい、そういう
中でヘビ級と戦っている中でですね、このジュニアのトーナメントでやらなくちゃいけないというのはかなり必要と思いますね。キャメルクラッチのお返し、先ほどよりもエグい角度かもしれませんよ。やられたらやり返してきましたからね。あまりにも強烈すぎるキャメル、スリーパーに行こう、同時にスリーパーだ。ゴールですね、これ落とせですか、はい、レフリーが確認する。まだ意識は失われていない。ライダーが耐えている。さらに締め上げるタイガー、体を変える。ジュースだ、嬉しい。ジュースにすぐにクラッチ。ライガー上半身がすぐに動いています。この試合も30分一本勝負、スーパー K カップサードステージ1回戦第8試合、仙台のファイナルマッチ、バトルステーションスペシャルでお送りしております。なんとここで水天井に行こうという重心サンダーライナー、 IWGP ジュニアチャンピオン。リストを取った、もう片方のリストを取ればあとは持ち上げるのみ。足は完全にフック、リストも取った。反応をつけて持ち上げる、崩れた。カブラリアに行こう、カブラリアに行こう。足はしっかりとフックしたまま、どうでしょう。ちょっとこのフックがね、うまく外れればいいんですけど、かなりしっかり止まってますよ。そうですよね、はい、この角度、タイガーの体、しかしギバップはしないという意思表示。タイガーマスク、さらにスリーパーだ、さらにスリーパー。先ほどのお返し、タイガー気合と気合、根性と根性、プライドとプライドがバチバチバキバキ音を立てている。じりじりとニアロープ、タイガーが足を伸ばそうというところ、今届いた、いやいや届かなかった、届きました。 SF 成功、すぐに離すライガー、そして臨戦態勢だ。はいどうぞ、はい、ライガーはね、タイガーマスクのことを、まあ、相当やっぱり買ってましてですね、はい、やっぱりシューティングで、ケリラとかサブミッションも全部体得してると、さらに道のコースで空中殺法、いろんなそういうスプレックス系の技もやるということでね、はい、まあ、オールラウンドというね、タイガー、タイガーマスクはね、本当にやっぱりヒットアンドウェイで行くべきですね。でくっついてサブミッションで、勝負したいじゃないですかね。なるほど、はい、メキシカンストレッチという形になりました。今度はエルボーに行こう、意外なハイキック、倒れ込んだ。ライガー重心が倒れた。さあすぐにエプロンに出ました。コーナー最上段からタイガーバスが飛んでいく。それを読んでいるライガー、大の字はフェイントだった。切り上げられましたね、いわゆるサッカーボールですよね。そして張っていく、このハイケー、動かない。タイガーが動けない。これはね、ぬるま湯だっていうふうに言って、新日本プロレスのジュニアの大谷や金本たちにこう攻めていく、まあ、最近もこういう形でね、上からどん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 振ってくる攻撃がたくさん見せてますよね。はい、左の左のショーだ。タイガーは右も左も使えるんですよね。さあ、皆ストンピング、これ以上恐れたったらまずいですね。はい、ライナーはこらえどき、そしてさっき溢れる黒いライナー、怒りの重心、マスクを掴んで投げ倒した。ディフェンディングチャンピオンのロープに走る、右のロッシャーを打って、バックを取る。さあ、タイガー2、3、4、5、6、7、8、9、10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 、
締め時、ここは考えたいですよね。はい、ここは朝海さんにも行きたいし、はい、もう一回服も当てたいし、はい、はい、押せ押せですね。タイガーコールとライダーコールが入り混じっている。仙台市体育館、足元が喋る。ライダーが回転する。お互いに回転した。キック、やはりタイガーのキックはライダー戦では有効だった。ライダー自身が恐れていた打撃、これは有効だった。フロントから捉える。さあミュートラルコーナー最上段、ちょっとバランスを崩した。もう一回仕切り直し、タイガーが持ち上げる。ミスプロのリアルエースとタイガーがメジャーの新日のライダーを流れ式投げていった。ダブルアーム十字だ。さあここで決めたいですよね。そうですね、リーチです。ハットホール中央、はい、離れるライダー、離さないタイガー、うん、上半身を起こす。もう一回寝かしつける。タイガーの気合の十字、渾身の十字、虎の十字が決まっている。足を届かせる。届かない、手も届かない。タイガーの足はまず伸びていない、ブレーキになっていない。上半身を不足というんですが、タイガーがそうはさせない。虎の意地、タイガーのプライド、惜しかったですね。この試合は30分1本勝負、3分の1が経過。全に相当ダメージ入ってるはずですよね。はい、ね、これで翔太がちょっと力入らなくなるのを狙ったんじゃないかと思うんですけどね。はい、まあ、できればギブアップ狙いたかったんですけどね。そのとスタンディングでのニールキックと申し上げておきましょうか。翔太、左の翔太、ボトボトボト、はい、決勝ではですね、おそらく選手がこれ待ってるかもしれません。はい、そうなるとライダーはやっぱりその後決勝で当たりたいという思い、これは強いでしょうね。はい、それはそうですね。はい、逆に言えば、ね、タイガーマスクはね、クメワードライダーマスク、さらに、このね、Jカップの優勝といえばね、ほとんどもうグランドスラムに近いですからね。そうですよね。はい、日本のもっと仮の頂点に立とうというところ、重心サンダーライダー、タイガーを捉える。シーズンブランカップレンバスター、タイガーこれで破れるか。いやいや、カウントはワンだ、ワンで返す。この技をワンで返すはね、びっくりしましたね。タイガーが死に物狂いで戦っている。死に物狂いでホームリングで戦っている。これもワンで返す。ツーを入れさせないタイガー。ライガーに強くなって起き上がろうという自分、ディフェンス、いいアンテ、タイガーが敗れた。両国の向かっていこうと。試合前に絶対に道上のファンの前では恥かかせたくなかったし、ましてやクソメジャーの新日本プロレスなんか負けたくなかったし、けどあのジュニアのトップ、俺らのもう雲の上の存在のこと、あそこまで渡り合ったというか、意地を見せられたっていうのが、すごく自分にとって今日は、なんて言うんだろう、もう、かけがえのない試合でしたね。まさかライダーさんがあそこで右を打ってくるとは本当に思わなかったですね。
奥が深いんですよ。今度はいつ大野さんと試合できるか分かんないですけど、それまでにはやるなタイガーって言われたいですね。今日のじゃまだまだ甘いぞって言われて終わりでしょう。思った以上にすごい選手だったっていうのが正直な感想。なんかいっぺん青に入ったな、なんだかこれね、振り向き側に入ったな、意識飛んだかもしれないね、飛びかけたね、なんかわかんない、振り向き側に来てると思う、あ、どれかわかんない。まあでも何回見るけどこれ立ち止まれないから、これ終わりじゃない、このままこの勢いをドームに持ってきたいし、ドームの勢いをここから J カップの決勝まで持ってきたいね、うん、ただ肘はあの野郎今度やる時はそれこそおるかおられるからね、このままそういう風にこっちの肘を壊しに勝つんだから、俺だって壊しちゃうんで殺しに壊れるよ、じゃあと勝てなくなる、それぐらいの選手、それぐらいのすごい選手、できればうちのリングで試合させたい、それぐらいの認める選手。バドラスのウスターだっけ、あれもいいね。もう道の子はサスケジャンプでタイガーじゃないか、うん、しばらくサスケとかやってないけど、そういうのを背負ってるよね、彼の背中に道の子が見えるもんね、道の子が見える。